ははいさんんこにちチャンネル,、はい、ル134回目12月の18日2019年というか、まあ、令和元年ですね令和元年も残りあと2週間足らずというところまでやってまいりましたね株式相場も12月の30日大納会を迎えるというところでですね、まあ、いよいよもう年の瀬というところで 株式相場の方はですね、堅、ま、調、あ、に推移をするんですけれども、少しね、利益確定売りなんかも出てくる局面になってまいりましたね。えー、今日あたりはちょっとこう、まあ、まだ終わってないんですけどもね、18日、今日の引けは、大体130円ほどね、日経平均が安いというね、えー、状況で、まあ、ニューヨークダウがまあ先般高値、えー、2万8337ドルというね、 史上、えーまあ、最高値ですね、ここまでやってまいりまして、ま,あ、まさにね、青天井と言いますかね、どこまで上がるんだろうというところで、まあ、それを横目にしながら、日経平均もじわじわと、先般高値はね、2万4091円というところまでね、つけてきたんですね、12月の、昨日ですね、17日につけたというところなんですけど、そこから少しね、えーまあ、利益確定売りが出るという局面ですね。 ただ、やはりね、そんなあの極端な下げということではなくてね、ちょっとした身にちょっとあの下げるという状態でですね、まああのまあ、よく言われる12月最後は、ですね、討議の一心という言い方しますけどもね、まだ余裕を残してね、最後まあ30日までの大納会の間に えまあ出てくる、あのいろんな話や何か出てくるかもしれませんけども、まあ、いろいろね、えー、いろんな噂は飛び交いますけれどもね、今のところこう、闘病の一心をまあ明るく迎えるというような可能性の方が高いかなという感じがいたしますね。まあ、27日が翌年渡しとということで まあ、そこから先は、ね、もう来年に向けてのいけいけどんどんという可能性もありますし、ねえー、最後の立ち合いがどういうふうに終わるかというところをあと残り、ねえー、2週間足らずのところで、えー、皆さんとともに、ね、私も見守っていきたいというふうふに考えている次第ですねまあ全体相場が強いんですけども実は弱い指数もあります。これはマザーズ指数ですね 865ポイントというところでちょっとね、下落トレンドがちょっとこのところ続いてますよね、22、まあ、号採用の主力銘柄中心に株価はしっかり、えー、一方で中小型の、まあ、指数としてはマザーズ指数代表されますけれども、このあたりはちょっと弱いんですよね、まあ、ジャスタックはまだね、少ししっかりした動きではあるんですけれども、171ポイントどころというところですね、まあ、高値は172ポイント台までいきましたけれどもね。 えー、マザーズ指数が弱いというところがね、まあ、この相場をまあ象徴しているかと思うんですね、えー、中古型はちょっと置いといて、これはね、あのいろんな銘柄の皆さんに私の個別の銘柄をお話しさせていただきますとね、やはりね、あのマザーズ指数と同じような感じで、えー、個別銘柄も結構、調整が続いたりしている銘柄、多いんですね、まあ、こういう局面で二極化をしていると、まあ、いいもの、いい株はどんどん右肩上がり。 だけど、悪い銘柄というかもう今年ダメと言われたような、まあ、ダメな銘柄っていうのもあってそれは逆にあのどんどん処分にしようという流れが見られるわけですね、えー、その代表的な銘柄はリンクバル6046なんですけどね、まあ、400円を割るかなっていうところを昨日401円まで下がったんですけども、まあ、そこからちょっと出直るかなということで415円どころまで戻ってはきたんですけどもまた今日もね402円まで下げるとかいうことで まあちょっとこうどっちまだ下にあるのかっていうところを皆さん慎重に見極めようとしてるんですねまあ私としてはこの下値模索の局面においてね、えー、この眼鏡についてはじっくりとね、えー、まあ投資するチャンスがあるのかなというふうに考えている次第なんですけどね、えー、なかなかね、えー、一筋縄ではいかない展開が続いてますね同様にクロス47810もですね えー、今日う安値331円という、ねえー、株価がついてまいりました、まああのー、この間第1クォーター発表したわけですけどね決算はね第1クォーター発表してなかなかね、えー、それをはん、まあ、ちょっと横目にしてちょっと勝分に売りが出てきてるなという感じはいたしますねそれでもねさ今日331円まで下げたんですけども少しね戻り歩調になってきてるという状況ですのでね ど、えー、どんんん売られるいいう感じでではないんです、ねえー、まあこの、えー、売りが一巡しましたら、まあ、これから期待できる話っていうのは新製品が出てくるわけですねこの下期特にね今あその新製品いろいろね、えー、予定がありましてね止め具新留め具ですね止め具の新しい製品がイージークラスプという製品が出てくるそれから、えー、テニスチェーン が出てくるそれから日本精密の提、ね、携で出てくる製品がありますよね、こういったものをです、ね、引っ下げて、ねまあ、今後、株価の評価が、ね、なされてくるというような展開が期待できますんでねこれはあんまり、ね、ネガティブに考える必要はないんだろうと思うんですね。 ぜひね、まあ、この調整局面をじっくりとね、皆さんとともに私もあの見守りますけれども、投資チャンスとして捉えていただきたいんですね、それから同様に、ズーム6694がですね、相変わらず、昨日なんか1390円まで落ちてきましたね、えー、まあちょっとね、いろんな発表があるんですけども、まあ、アメリカの子会社と連結対象にするという、ね、子会社があるんですけども、それの契約が、 16日予定されてたんですけれども、ちょっと延期になってしまったというようなことで、まあ、あ企業側にも確認はしたんですけれどもね、これはあのーまあ、慎重にあのしっかりとね、えー、合意するまで交渉をしながら、しっかりとした納得いく形で、えー、ちゃんと契約を交わすんだというようなお話がありまして、ですね、まあ、そういう意味ではね、えー、むしろ中長期的にものを考えながら、しっかりとね、やっていこうという姿勢はあるわけですね。 えー、それでこの会社の場合は明日、ああ二20日ですね、2十日、十1日、えー、この2日間で、えー、IR 的な動きとしては、野村 IR フェアに出店をするということで、まあ、私の方もお渋谷までね、足を運んで、ちょっとこの状況を見ていきたいと、まあ、その際に、えーまあ、飯島社長ですね、えー、お目になっているということですので、えー、少しね、えー、会話をしていきたいなというふうに考えている次第ですね。 えまあ本当にあの調整含みの銘柄が多いもんですから他にもまあたくさんあるわけですけどね、えー、例えば日ソプロリンティ三3440も、ね、なかなかね一筋縄ではいかないだけど820円という先般の安値を下回ることなく820円台でなんとなくまだ、ねえー、キープしてて、えー、下値模索なんだけどもどっかに巧妙はないかというところなんですけどね。 パー5倍台というところなんで、えー、このあたりをぜひね、皆さんとともに、えー、まあ、投資チャンスと捉えていきたいというふうに考えてるんですね、それから、あのー、むしろ強いなという動きを示しているのは、ウェスコホールディングス6091、今日はね、えー、このあと、ストップ高、528円というストップ高がついて、一旦ちょっと下げたんですけども、今日ザラバ中に550円という、ね、高値、ちょっとね、異色の動きをしました。 ただあのその後は少しまた調整ということで、まあ、かなり乱高下をし始めているなという感じですね、まあ、これはあの自然災害関連防災関連、まあ、そういったテーマ性の銘柄でございますし、まああのまあ、光通信が、まあ、かなり投資しているという銘柄でもありますしこれは、まあ、内田陽行もそうなんですけどもこういった銘柄が、ね、材料株として非常に堅調な値動きになっているわけですねで私としててははこのウェススコホールディングスについては 今後も来年以降も、ねえー、比較的堅調な水位をたどるんじゃないかというふうには見てるんですね、まあ、かなりあの活発な理解がなされてますんでね引き続き人気銘柄になるのかなという感じはいたしますただ、ね、少し、ね、あの一本上市に上がりすぎてる面もありますんでね、えー、冷える、少しね調整する場面も想定しておかないといけないかなという感じですね、まあ、同様にこれと同様にバリュー銘柄の中でいうとテノックス1905ですね。 これが先般947円までいったんですけれどもそこから890円どころまで、ね、調整が入って、えーまあ、ただそこからどんどん売り込まれるということではなくてここで地固めしながらです、ね、900円どころでしっかりと今株価が推移し始めているなというところで次の展開がそろそろ、ねまあ、バリエーションの低いバリュー銘柄本当にあの PR もまあ7倍台とかね買い取り回りもそこそこ高いわけですから。 じっくりとね、ここはね、皆さん、投資していただくという必要があると思うんですね、えー。どんどん売り込まれるんじゃなくて、少し上値のね、えー、どこまで戻っていくのかという、まあ、戻りですね、はっきり言ってね、1355円という高値から780円という、ね、安値はつけて、戻りを試そうとしているという状況なんですね。えー、これ辺はまは、ちょっとこう、国土強じん化、えーまあ、基礎工事の会社ですんでね。 引き続きねご注目いただきたいと思うんですね、えー、強い銘柄もう一つだけねアクセル6730がですね高値先般844円というところまでついてきましたね昨日ですねでその後まあちょっと調整入りまして今日は800円割れまで演じてますけどもまあ,あの大きく上がった後だけに少しね利益確定売りが出るというのは致し方ないところですねもう AI 関連目柄とということで 来年のまたねテーマに沿って動くような銘柄ですのでね、えー、ぜひね、えー、引き続きね、まあ、多少こうぶれますけれども、えー、ご注目いただきたいというふうに考えている次第ですねで私の方はあの株の同好会の皆さんに開、えー、放誌をお届けしているわけですけどもさらに、えー、次のね、えー、いろんな開放誌をお届けしようということで、えー、新たに「情熱演奏会通信」というのをね 発行させていただいてまして皆さんに、えーまあ、この上場企業様とそれから何て言いますかこれから上場を目指しているような会社こ,れこういった会社に対して、えー、ビジネスマッチングの、ね、情報誌をお届けしようということで第2号まで今回作成させていただきましたでその中でね私が触れてる話はですね IR ね、本当に IR がどうなるかによって株価っていうのは、えー、結構ね違ってきますんでね えーまあ、アンダーバリューしているような会社をですね IR でしっかり、ね、サポートしてフェアバリューに持っていく、まあ、そういう活動をね各企業様、まあ、担当者いらっしゃいますけどもお願いしたいなというふうに考えてざっくりとまとめさせていただいたのが。 今回の情熱演奏会通信にしたためてありますのでね、えー、ご要望ありましたら、まあ、お申し込みいただければ見本紙をね、えー、お送りしたいとは思うんですけどまあこれはちょっとね、えーまあ、企業様宛にお送りするものなんでちょっとね、えー、個人の方はなかなか難しいかもしれませんでこの中で今年のベスト IR カンパニーをですね3社選びました1番目はリブワークご存知の1 4 3 1リブワーク これをですね、今年やっぱりね、なんといってもあの、セグチャ長、私の松尾チャンネルにもご登場いただいて、えー、大変な、ね、成長、これからの成長の見通しを語っていただきましたんでね、本当にあのそれを結果として株価が、まあ、非常に堅調な動きになってきたということを踏まえて、えー、ナンバーワンに捉えー、置いておこうということですね、えー、一番,一番あのベスト IR だということでね。それから2番目が、 アドソル日清三一三七、これもね、えー、まあ、年間通じて、非常に堅調な株価を。なすが,がありましてね、まあ、引き続きね、この I. R. の活動も積極的になさってますし。いろいろセミナーなんかもされてるんでね、まあ、あの、二番目に取り上げております。それから。三番目は先ほどお話し,しましたクロスフォー。 まあ、株価はね、ちょっとこう、停滞して、まあ、なかなかね、至福の1年になってしまいましたけれども、まあ、これから IR 活動、まあ、非常にこう、熱心にね、取り組んでおられるということもありまして、まあ、私としては、あまあ、松尾チャンネルでもいろいろね、紹介もしてまいりましたんで、選ばさせていただきました。その他サイバーステップとか だから神話ですね、3447足場の神話、このあたりをです、ね、IR、非常に熱心な会社ということで、えー、今回取り上げさせていただいております、えー。引き続きね、こういった IR にやっぱり熱心に取り組む姿勢を、ね、評価していきたい。 それで、まあ、ちょっとテノックスなんかも新たにそのアナリスト向けの説明会開始したんですけれども、まだまだこれから、ね、やるべきことはたくさんあると思うんですね、まあ、それがだん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 株価に反映されて、えー、フェアバリューに、まあ、フェアバリューってどういう位置づけなのかということなんですけれども、例えば PR がまあ少なくとも市場平均並みとかね、それから PBR も1倍以上とかね、まあ、そういったあの目標があると思うんですね。まあ、そういいった方向でで進んでいければ 皆さんのパフォーマンスも非常にこう投資されている皆さんのパフォーマンスも上がっていくだろうということで、ね、考えている次第ですね、まあ、そんなことでまた今年も、ね、いろいろあと残り、ね、1回だけになりました次回はです、ね、演奏会の会長の方からもご挨拶をねをいただくというような予定にしておりますので、ね、ぜひまた引き続きご覧いただければと思っております本日は以上ですありがとうございました